石垣ダムは今あの浄水、飲料水として使われている唯一のダムです。でこれに大浜の、あの井戸が2箇所あって、そこで1日2000トンを組み上げて、それをブレンドして浄水として石垣市民に配っていると、排水をしているということになりますね。でその上流に、その井戸水を取る上流に、あの今ミサイル基地ができようとしていると。で基地ができてしまえば、ここはブラックボックスですから、もう何も分からなくなってしまいますよね。何が行われているかも分からないし、どういう化学物質が使われているのかも含めて分からなくなってしまいますよね。だからああいうところには救っては困るということを言っているのと、あとまあ農業用水を取る宮良川の中流に農業用水を取る堰もあるんですよ。でそこにもだから影響が出てくるだろうということで、あの自然だけの影響ではなくって、人々の生活にも全部影響してくるねということですね。でこの沢沿いの森にも2組のカムリアシがいるだろうというふうに言われています。行ってみましょう。この僕は水がものすごく大事だなと思ってるんですよ。この周りが全部ゴルフ場にされてしまいますので、この水が枯れてしまわないかっていう心配をしてますね。ゴルフ場建設現場のすぐそばなんですか？そばっていうよりも真ん中ですね。ど真ん中ですね。建設現場の真ん中です。ど真ん中です。でこれは保全されることになったんですよ。この沢自体は開発しないという。最初はここの一番最下部にあのでっかいそのなんていうか、まあ、あの門じゃない、ゲートを作って、ここを水で満たすという計画だったんですよ。それはダメだろうっていうことで、まあ、僕たちも言ったし県も言ったんですけど、でそれは撤回されて、この宇賀道河原の沢は基本的に保全されることにはなった。そんなんでゴルフ場建設ってできるんですか？できますね、はい、そのぐらい広いんですよ。110ヘクタール近いあの面積がありますのでね。まあ生き物がいっぱいいますよね。でこの辺にあるマングローブはみんな八重山ヒルギって言って、あのタコの足みたいになってますよね。こういうふうに足がこういうふうに出てるでしょ。でね、あのこいつこれいっぱいいるんですよ。ここにいるのは少ないぐらいで、何十枚いるか何百枚いるか分からないぐらいいるんです。これ何を食べてると思います？何ですか？この落ち葉です。いっぱいいるな。いやこれは少ない方です。もうこんなに1箇所の根っこで200とか300とかいっぱいいます。こっち行けばね。